はい、皆さん、こんにちは。良い風景です。月下の予想曲実況プレイ。今回22回目の撮影になると思うんですけれども、やっていこうと思います。ですね、闘技場の続きですね。ここを探索しようかなと思います。あー、なんかやっぱいますね、あいつ。やっていきますか。倒れないの？うわー、すげえ。でですね、ここのですね、ボスを倒して、うまく倒せたらですね、これこう、途中で中断したところがあるんですよね。あるですよ。その、一番右の方ですね、地図上の。この先の方を行ってみようかなと思うんですよ。この先かな？ボスってもしかして。いきなり行っちゃっていいかな。行ってみるか。うおー、いるし。あ、ボスここじゃないですね。この下ですね、多分。そうだそうだ。じゃあまあいいや、こいつら倒して。探索後に、なんかこれ、あれだな、表でボスだった連中だよ。格段に攻撃力が高いんじゃないですか。なんか言いかけたけども、とにかく探索が終わってからボスがいると思われる部屋に足を踏み入れたいかなと思います。なんか飛んでますね。あ、スピンヘッド。これやっぱ倒せないかな。勝ちって言うもんな。ここが確かセーブポイントかな？そうだ。じゃあ、この上の方ですね。この上の方を、行こうかな。探索しようかな。あいつまたいるな。面倒だから放っておきます。ここ敵がたくさんいたところだけど。こっちには、この骸骨しかいないっすね。あーと、こいつか。ジルコン。これだけ？ なんていうか、何にもないっていうか。既存？まあ、一応探索しますよ。なんか、時間かけて攻略するつもりではあったんですけどね。なんか、サクサクっと、ここまでのところ来ちゃってるんですよね。いいのかな、これで。なんか、レベルが低すぎやしないかな、とか思うんですけどね。野球手裏剣。なんか、それとも途中で上がってるか、もうこれでいいんですかね。あ、強え！これすんが強い。これはいざという時に使えますか。なんかムーンロッドの2倍以上の攻撃力あります。あ、じゃあ行きますか。行きましょう。あ、またこれか。切り直すか。なんか吐きやがったやつ。あ、戻された。そう、やけだ。やけってこと。あ、また戻された。もうどうすか。あ、悔しいな。もう何としても攻略してやるぞ。どうしようかな。なんか倒せんな。安全策でいけってことかな。
さと。ああ、やっぱ先生強いな。おっ、なんとか行きましたね。ですね、なんか、あ、まだ上の方行けるな。うわあ、じゃあここを探索して、探索っていうかなんもねえな、なんか敵がいるだけっていう感じですね、ここ。あ、変なとこ行ってた。じゃあこの右見て、この左か、この左を見て、まだ少し時間がありそうなので、ボスのとこ行ってみますかね。そしたらなんかアイテムがあるけれども、アクアマリンか。うわ、すげえなあれ。なるほど。とりあえず一旦セーブを取りたいと思いますが、じゃあボスがいるあたりを行ってみますかね。あと半分ぐらいですかね、時間は。この下ですね、行きますか。ああ、戻るタイミングが悪かった。こっちじゃないな。やっとくか。ああ、もういいや。うわー、すっげえ飛んでるな。ここですね。行きましょう。なんかいますね。やっぱしボスでしたね。ボスが出てる。なんか、うわっ、さてどうしたもんかな。3対1か。狙いを定めていきますよ。こいつかな、どっちかやるべきか迷うけれども、こいつからなんだかやっていきたい気分。戦術を変えた方がいいか。うわー、こいつが頭っぽい。よし、倒した。次はお前だ。一体ずつやっていくぞ。おお、なんか言ってるな。なんて言ってるんだろう。一体倒してしまえば、よし、やったぞ。あとはこいつだ。今だ、食らえ。よし、我ながら戦術が良かった。時間まだ少しあるので、ですね、闘技場のまだ行ってないあたりを、この右とか、この下とかですね、見ていこうかなと思います。ああ、とりあえずほっとくか。
この下を見ていこうかな。あ、こいつか。嫌がったな。こいつ1回ぐらい倒してみたいけどな。なんか、ああ、いなくなっちゃった。もう面倒だから、ダメか。あ、そうか、ソウルスティールで。どうだ。倒れないな。うわ、あー、攻撃力だけな。こいつ倒せんのか。なあ、もういいや、もうやめます、やめます。まあそうこうしてるうちにね、時間もあと3分って感じですからね。おっと、空間がありましたね。怒りの胸あって、ああ、防御力さ、防御力下がるな。攻撃力が上がるけど、ダメージを受けると一定時間防御力アップ。つけていきますか、防御力アップか。どのくらいアップするかわからないけど、こいつは倒せないってことが分かりましたね。ほっときましょう。ですね、そろそろですね、切った方が、良さげな時間なんですよ。なんで、じゃあそこのセーフポイントで、あ、待てよ。あ、時間があるかな。右のセーフポイントがいいですね。目的地的に。じゃあ、まあそこまで行って、セーブして終わりにしますか。こいつか。もう時間ないんだろうな。ほっとくことにしました。じゃあここでセーブして、今回は終わりにしようかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。